瀬尾隆彦は、日本の著作家。1920年香川県丸亀市生まれ、関西大学専門部卒業。1941年、大阪税関在職中に王将し、陸軍一等兵として従軍。真珠湾攻撃の知らせを、フランス領インドシナのハイフォンで聞く。第55師団不評第112連隊第3、大隊に所属し、英語を話せるため。 ビルマ戦線で情報の収集、住民に対する宣伝を行う。総員150名のカチン抗原総統隊の一員となり、途上の都下でカチン族の協力を得たことをきっかけに交流を深める。日本軍の撤収で単身サンプラバムに残った際、進められてカチン族の公換務となり、カチン国の憲法を起案。首相を任命し、裁判を行う。後に、 イギリス軍によって、懸賞金がかけられる。即位1ヶ月後に命令を受けて帰還し、1946年、復員。大倉事務官、運輸事務官を経て、大阪市港湾局勤務。帰国後、自らの体験を、カチン族の首かごとして執筆。本書の解説を書いた、梅沢忠夫は、セオの体験について、ビルマ族に対するカチン族の独立運動だったのでは、 ないかと推察している。大倉省、運輸省、大阪市役所勤務、1970年日本万国博覧会協会に出向。1975年に定年退職。1976年メキシコのエチェベリア元大統領の顧問として渡し済み、国立メキシコ大学で創造工学の講義。1987年日本人のメキシコ移住90周年。 記念事業団事務総長、現代日本人名6987年、ありがとうございます。